こんにちは、セランです。先日コロンビア出身のアナにコープについて、質問というかインタビューをした動画があったと思うんですけど、今日は私自身のコープについて同じような質問形式でお話ししていきます。それでは Let's get started。 チャンネル登録よろしくね。まずはじめに、どこでコープインターンシップをしているかっていうと、ティム・ホートンでしています。ティム・ホートンはカナダで一番大きいカフェのチェーン店です。本当にどこにでもある。カナダに着いたらどこにでもあります。アメリカで言うとダンキンドーナツみたいな感じで、日本で言うとスタバなのか、スタバ多分でも東京本当にめっちゃあるじゃないですか、スタバが。そんな感じでカナダにはティム・ホートンがめっちゃあります。もちろんスタバもあるんですけど、数で言えばティム・ホートンの方が見る回数多いなって感じです。スタバよりだいぶ安い、 2ドルぐらいでミディアムサイズのコーヒー買えちゃいます。ジャパニーズガールセラン、仕事内容としてはキャッシャー、会計する人、あとドリンク作る人、あとキッチン、サンドイッチとか、ラップをね作るのと、あとは掃除ですね。その全てをやってます。夕方のシフトなので掃除も入ってくるんですけど、朝のシフトの人は掃除が入らないって聞きました。あとはそうですね、朝はシフトがいっぱいいるので、その担当があるらしいんですけど、キッチン、ドリンク、会計で。でも私は夕方シフトなので全部やります。チャンネル登録よろしくね。基本的に長時間なんですよ。1シフトが8時間半。夕方3時から夜の11時半までっていうのが1シフトで、今は週3でやってます。で、これがカレッジがあった時はめちゃくちゃ大変でした。朝8時半くらいから、1時くらいまで授業があっての3時から11時半までバイトして、ほぼ寝ずにまた学校行ってみたいな感じで、それが週3だったので、めっちゃ大変だったんですけど、で、学校が終わってからは、まあそっからは、こうやって YouTube 撮影する時間があったりとか、そうですね。して、自分の時間取りつつ、週3で働くって感じで、めちゃくちゃ好きですね、このスタイルが。だから、逆に言えば週3以上はちょっときついかなっていうくらいの、私の体力的には、そのくらいの、仕事量と、なんていうか、そうですね、体力は奪われます。ジャパニーズガール、セラン。4つ目か。何か、想像と違ったことありますかっていう質問ですね。想像と違ったところは、まず根本的に、インターンシップっていう風に、渡米じゃないな。なんて言うんやろ、トカナダ。トカナダする前は、インターンシップっていう風に聞いてたので、日本でそうやって聞くと、なんか、どっかの会社で、なんかこうオフィスしたり、みたいな経験なのかなって思ってたんですけど、そうじゃなくて、こっちではバイトっていう概念がなくて、まあ、フルタイムかパートタイムかっていうのはあるんですけど、チームメンバー、上司、あとマネージャーっていうのはあるんですけど、チームメンバーの中で正社員と、あとバイトみたいな、分け目がなくて、なので全部その、インターンシップっていう分だと思うんですね。どこかで働くのは。カフェで働くのが、インターンシップにカウントされるんだっていうのは一つ目の驚きでした。で、二つ目は、驚きというか、これに関しては元から聞いてたんですね。カナダのカレッジでの先生が、ティム・ホートンで働いたことがあって、で、働いた時も1ヶ月で辞めちゃったって言ってて、っていうのも、ミルクだったりクリームをね、運んだりとか、あとは、ストック運んだりするときに結構力がいるんです。力仕事があって。だから、それが、それをね、やっていけるだけの体力がある人じゃないといけないんですよね。意外と、カフェといっても力仕事もあるよっていうところは、
びっくりしたかもしれないです。これに関してはアナも言ってましたよね、力仕事があるよって。3つ目は正直もちろん一つ一つ教えてもらいながらやるんですけど、特にお会計するときにキオスクのこととかマジで習ってないけど、いきなり会計のとこ立って、はい、やってって感じだったから本当に何も分かんなくて、どこに何があんのみたいな感じでめちゃくちゃ大変でしたね。最初はメニューも全く分かんないのに、なんかバーって言われて、えどこでまずなんて言ったみたいな感じでジャパニーズガールセランっていう感じですね。その想像と違ったところとかっていうのはそんな感じです。で、メリットとデメリットもね、ここでお話ししようと思って。で、まずデメリットは、私の夕方シフトの場合結構体に負担があるというか、ちょっとねストレスがわかんない、どの仕事もそうだと思うけど、特に11時半まで働いて、そっから帰ったらもう1時で、寝るのが2時か3時とかになってて、ちょっと私的には体に負担がかかってるなっていう感じがあります。あとは、まあ、ティム・ホートンは何だろう、値段も安いのでホームレスの方とかが結構ねたまり場になるというか、結構いらっしゃるので、そこへの対応の仕方とかは学ぶこともあるけど、まぁ、ちょっと危険を感じるみたいなところもありますね。そこがデメリットかなって思います。で、メリットっていうと、もう、これに関してはたくさんあって、まずは英語での接客が、本当に始めたての時ままならないというか、もちろん習ったこともないし、なんか練習したこともなくて、いきなり、放り出される感じだから、マジでわかんないんですよ。なんかもう黙って、プリーズみたいな、なんか、そんなんないけど、だんだん自分がカフェ行くときに意識しだして、あ、こうやって言っとる。こうやって言っとる。あ、なるほど、こうやってやるんやっていうのをカフェ行ったときに見て、それを自分の仕事に使ったりとかしてますね。一日の中で、まあ、シフトがある日は8時間以上は英語を喋ってるわけなので、だいぶそこに関しては、良かったなって思います。で、あとはなんか特にすごくね、常連さんがほとんどというか、みんなもう見たことある顔の人が毎日来るので、そこでちょっとニコってしたり、How are you? って言ってお互いのこと気にし合ったりとかして、ちょっと友達と喋ってるみたいな感覚になれるのは、すごく気持ちのリフレッシュにもなって、楽しいです。メリットとデメリットはこんな感じです。実際に今真っ最中なんですけど、こんな感じの経験をしておりますということをね、動画にさせていただきました。コープは2月24日までで、もう1ヶ月切りましたね。1ヶ月切ったんですけど、これからも頑張っていきたいと思います。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。